沿岸バス、沿岸バス株式会社、沿岸バス、沿岸バス CO、LTD は、北海道戸前郡羽幌町に本社を置くバス会社。北海道北部の日本海、オロロンライン周辺の路線バスや、札幌市と手塩郡とヨト町を結ぶ高速バスを運行する。羽幌町のコミュニティバス運行住宅も行っている。貸切バスや旅行業も手掛けている。また、 北海道のバス事業者では、初となるオリジナル萌えキャラクターを使用した乗車券萌えっこフリーキップを発売しており、萌えっこキャラクターのラッピングバス運行やオリジナル分の販売も行っている。札幌と北海道の日本海沿岸の市町村を結ぶ高速バス特急はボロゴを運行している。石狩市内が両方向を利用可能なたはクローズドドアとなっている。 長距離用の車両が主に使用されている。以前はスーパーハイデッカーが主流だったが、現在はハイデッカーが主流となっている。全車にテレビラジオトイレ、膝掛け毛布を装備、一部車両に BS 放送やフットレストを備える。自動車電話は携帯電話の普及により廃止となっている。内はルモイ本線の廃線区間にあった駅で、街頭の停留所が最寄りであった。 道路線の各年の年間利用客数は以下の通りである。資料では、益城線と表記されている。道路線の各年の年間利用客数は以下の通りである。資料では、羽幌線と表記されている。ルモイ市内近郊線、ルモイ市内線時代を含むの各年の年間利用客数は以下の通りである。貸切バス事業は、旭川運輸支局。 札幌運輸支局管内での発着が認められている。同社はバスファンやインターネットユーザーを対象とした企画、オリジナルの萌えキャラクター、萌えっ子を起用した企画などにも意欲的に取り組んでいる。キャラクターについての詳細は萌えっ子フリーキップの項を参照。2チャンネル上の書き込みから生まれたバスツアー。2005年春に2チャンネルバスバス路線版の 沿岸バススレットに日本海オロロンライン縦断ツアーの要望が寄せられ、同社の企画担当者を動かすに至った。担当者は札幌発着で一泊二日二万二千円という大枠だけを設定し、工程は二チャンネル内で提案を募った。二チャンネラーからは、旧国鉄羽ボロ線の廃線後、羽ボロ炭鉱の廃墟やサロ別源や探訪。 路線バス乗車体験やバス営業所見学などの要望が寄せられ、最終的には一泊二日ではもったいないぐらい高密な旅程に仕上がった。以降も続編を実施しており、未成線の縄線や飛行駅で知られる小幌駅、北海道電力パク原子力発電所に立ち寄るなど、一般的なバスツアーとは趣きが異なる。 2008年9月をもって2チャンネルツアーとしては幕を閉じたが2チャンネルツアーではない特殊ツアー後日は引き続き行われている2005年から2008年の詳細は沿岸バス公式サイトのアーカイブを参照このバスツアーは徐々にマスメディアを介して世間一般に知られるようになっており 2007年6月16日を見売新聞北海道版長官に2チャンネル利用者と企画沿岸バスでオフ会ツアーが2008年2月5日北海道新聞有観に全国初の赤字路線バスを利用したバスツアーが紹介された2チャンネルツアーとは別に産業遺産や炭鉱跡をめぐるバスツアーや同じ2チャンネルで話題になった銚子電気鉄道と提携して 2008年7月20日に東京発着の日帰りバスツアーを実施しており、これらを総じて特殊ツアーと呼ぶ。調子のツアーの際には貸切バスの愛称としてトラベルプランニングオフィスのツアーバス、アイリスライナーのパロディとして改装アイリスライナーと命名された。この調子ツアーの内容は同年8月9日のテレビ北海道の経済ナビで取り上げられている。 例年4月1日のエイプリルフールにジョーク記事を配信することで知られている。また2017年分をもって企画終了が各種文字で告知されていた。2018年分のモエッコフリーキップはエイプリルフール企画はせずに通常案内で発売されモエッコキャラクターでの缶バッジのグッズ販売企画に変更している。2006年にはナンバープレートをけ 2323、け23 23、ふさふさ、行き先方向幕に、マシケを表示したオリジナルの、マシケチョロキを制作している。パッケージ内側には、大ちゃんと、くまーの、アスキーアートが仕込まれて、話題となった。なお、仕様については、当時の2チャンネル管理人、ひろゆきの許諾を受けている。2007年1月に、朝日新聞や日刊スポーツで、相次いで、 マシケチョローが取り上げられた。この反応に対して公式サイトでは、マシケ効果について、実際には、科学的な根拠は実証されておりません。頭髪の問題に関しては、専門の医療機関に相談か、マシケ神社、豊富神社への願掛けを、お勧めしますと表記された。その後、マシケチョローの販売は終了しているが、インターネットオークションで、高値がついている。 高速バス特急は、ボロ号の車内放送の BGM に、ボーカロイドシリーズで制作された曲が使用されている。2009年7月1日より8月31日まで、ハボロ町内循環バス、ホット号に、全国初のボーカロイドバス、トトのレトロなメロディバスを運行した。外部のスピーカーより、巡り寝るかの歌う、トエトが流れる。また車内には、 一般から公募したイラストを掲示していた。羽幌町出身のシーナカルホの漫画、君に届けの作中に登場する神社やビーチなどの聖地巡礼スポットをバスのアクセスを含め公式サイト上で紹介している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。